マノチです。よろしくお願いします。栄冠やっていきましょう。今日地区大会1回戦奥尻東前評判 A、 まあこれは厳しいなということで、まあ、何かないかなと、何かインゼルできることはないかなと思ったんですよね。まあ自分探しの本使って、まあ、2年生を打ち気にして、で何とか魔物引き出すとかもあったんですけど、それはやっぱちょっとずるすぎるんだよね。まあみんなが怒らない程度のズルってなんだろうということで、俺はねもう考えました。これはもうねすごいことを考えましたよ。まずみんなね学力めっちゃ上がってくから、そんだけとりあえずみんな頭良くしてみたんだよね。いや俺考えたんだ、あの相手チームからすれば、相手チームって多分野球ばっかだと思うんでね、もう勉強とかいわゆるその青春というもの全部野球につぎ込んでるはずなんだよ。だから頭が良くて野球やってるやつはね多分嫌いなんだよね、向こうはね。まずそこで精神的なダメージを与える、そこからいこうということで、みんな学力上げといたからね頑張ろうね、頑張ろう。もうこれしかなかったんだよ、これしかなかったんだよ。よし、じゃあコメントを読んでいきます。このままやったらもしかしたら桃田が藤村くんになるんか。いや俺ねこのコメント見て思ったのが、今2代目藤村くんまで作ってるじゃん、思い入れがないから全然パッとできたんだよね。怖いよね、今の1年生が誰かしらキャプテン務めるわけじゃん、思い入れがあるわけじゃん、そこまでの思い出があるわけじゃん、ちょっと怖いよね。ただまあ仕方ないよね、まあ桃田になるか分かんないけどね。マキホーの画像悪意ありすぎる、まあ悪意というかちゃんと真実を伝える YouTuber でいたい。藤村くんの顔は本当に似すぎて逆に引く、どうやって作ったんですか。俺ねこれマッキーとかもそうだし、前にやったオール G からのリスタート企画の時のあのスマップとかもそうなんだけど、人の名前、例えばまあ藤村くんイラストで検索して、でそのイラストに合わせたパーツをチョイスしてます。すっげえ真面目に答えちゃった。特納の本も他の道具類と同じくシステムデータ扱いです。本や道具を取得後にオンラインストレージのシステムデータを上書きすることで保存自体は可能ですが、特納本を無限に使用可能になってしまいます。なるほど、ありがとうございます。ってことはもう特納の本は手に入れたらその都度使っていきましょう。うん、そういう形でいきましょう。何法にするか、合法だろ。いやまあねこの合法ではないんだけど合法ではないんだけど、この発想力憧れるな。ね、面白いよね。この企画のゴールは何ですか。程よいところ、程よいところがゴールです。プロ野球開幕延期ね、まあ仕方のないことだとは思うんですけども、いつスタートするのか、なんかもやもやっとした感じの延期決定な感じがしたんだよね。もうちょっと はっきりさせることがまず難しい現状だけど、はっきりはしてほしいっていうのはあるよね。どこまでメジャーセカンド読んでるかわからないけど、かっこネタバレかもしれない、ごめんなさい。江頭先生めっちゃ五郎のこと根に持ちすぎじゃないですか、もうかなり時間経ってんのに。江頭先生って誰だっけ。今俺読んでんのはね中学編始まったところです。あ、ムービングなんですけども改めて買っておきました。まあこれ自体はね昨日あのゲーム中に手に入れたものではあるので、まあこれはもう買ってきました、で使いましょう。滋賀だね、滋賀に使いましょう。よし行こうか、みんなノリノリだよな、大丈夫だな、でみんな頭いいな、大丈夫だな。よし行くぞ、頑張ろう。変化球研究だな、まず相手の変化球研究しよう、そこからだ。何もわからない何もわからなかったぞ。いやまあ藤沼、藤沼かな。うん、これでいい。行こう。
頑張りましょうね。頑張りましょうね。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。そういえばユニフォームなんですけども、その学校によって違うみたいだね。1つだったり2つだったり3つだったりと。お願いします。結構いろいろコメントいただきまして、あ、これは勝ったわ。だって俺もその総合戦力も A でも溢れてると思ってたもん。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で、バッターは2年生、勝てるかもしれない。マウンド上ピッチャーはオマタ。どうする、見る、一応見る。見たら心折れるんだけどな、これな。おや、意外とだぞ。おおおおお、意外と投手はそうでもない。これあるぞ。あるぞ。あ、若松さんね、結構出てくるよね、栄冠でね。俺も過去の栄冠で若松さんは引いたことあるんじゃないかな。あ、これはもしかしたらがまだあるレベルだと思う。どうしようもないとかじゃない、これは。スクイズ1か。強心臓を使っての、もうこのチャンスがね二度と来ないぐらいに思っていいから、強心臓を使っての、強心犠牲フライだな。積極的にいこう。頼む、帰ってこいよ、頼む、帰ってこいよ。よし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 、いいぞ。多分相手めっちゃ嫌がってる。いや、あいつ頭いいじゃんみたいな、絶対言ってる。うん、行こう。さっきなんやかんやって、あー厳しいか。頑張れよ、みんな。点欲しい。なんとか手欲しいな。ランナー誰？木島ね。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。どうしよっかな。変にね、なんか慎重、積極、とりあえず慎重でいこうか。頑張れ。うん、しょうがない。バッターは2年生服部、第1打席はライトフライに倒れています。これ精密機械のアベレージつけての S まで持っていけるべ。さあ、ここは精密機械張りのバットコントロール A か。そっか。思ったより全然届いてなかったね、 S まで。いや、もうこれはもう一択だ、これだ。頑張れ、頑張れ、打ってくれ。いや、今な、精密機械な、カードのレベルから見てもチャンスではあったよね。ノーアウト1・2塁、バントは5、押し。送ろう。慎重にやった方がいいのかな。ラッキーボーイは取っといた方がいいと思う。送りバントだしな。初球バント、うまい。ナイスバン、マジでナイスバント。いい感じの引け。ハイボールヒッターか。いや、まあ積極的にいった方がいいな。スクイズ、外されるのが怖いんだよな。いや、もう行くなら俺1球目なんだよね。もうここで行かなかったら多分俺なんやかんや迷って行けなくなるから、行くなら1球目スクイズは。行かない、打つ。 OK、 さすが俺。ボールは中継、
ナイバッチ今日は安打を放っています。バッターの桃田。総力 E D ね。オッケー。強心臓を使っての犠牲フライ行こう。頑張れ。頑張れ。オッケー。抑えた。立ちアップからホームへ向かう。よし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 。どうするどうするどうする待てよ身長どうしようかな俺もうねこれカウント 2-2 とかになれば俺エントランかけてもいいような気がするんだよね多分ストライク入れてくると思うんだそうなったら打ちました三遊間へのプロ一塁送球アウト、うん、スリーアウトチェンジいやいいですいいですいいですいい感じですよオッケーめっちゃチャンス作れんじゃんよしベッショ応援してもらおう黄色い声援さあ黄色い声援を背中に受けてどんないやこれ相手めっちゃ怪我ってるからおめえらそこに加えて応援までもらえるのみたいな感じになってるはずだから大丈夫だー頑張れーベッショ頑張れ高めうんいい感じでは来てるぞいい感じでは来てるぞこの弾道を生かしたいけどなぁ頑張れ頑張れ足打ち、うん、あ、ごめんボールはライナーなんか早送りすげえ早くなってる今噛みましたこれでワンアウトランナーはありませんワンアウト一塁ね送りバントが2かランナーは木島出るね随分三振3つかいやまあな仕方ねえよなレ相手のレベル的にしょうがねえんだよそれはしました1、2、オッケーオッケーオッケーナイバチ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 ボールは中継浦島ナイスバッティングですバッターは2年生服部さあ服部お前は強心積極が相性がいいことは俺も知ってるターゲット2になるかセカンドフォースアウトしょうがない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 しゃあない本当にしゃあない来たか守備来たかできれば入れたくなかったけど来たかえーっと犬塚の方使っといた方がいいな後に犬塚の方が出る可能性あるから双葉伝令が走りますいやマジ奇跡起こすぞ奇跡起こすぞ本当に起こすぞ今日はラッキーボーイも使おうさあラッキーボーイの本領を発揮することができるか臭いとこ使いたいなカウントが悪くなりそうで怖いなまあこれ低め4ぐらいの扱いでいいだろう頑張れキャッチャー二塁送球間に合うかタッチは刺したぜ刺したぜ刺したぜびっくりした双葉いやまあまあもうシガのまま行くしかないでしょ送りバントなんとか成功させてほしい慎重に行こう頼むぞ頼むぞあーっとショーフライになったピッチャーうーんしょうがないなしょうがないしょうがないなんか来いさあラッキーボーイの本領を発揮することができるかいいね行ってみようか強振で行ってみようか藤村くんキャプテン打ちましたセカンド右横のフライになりましたセカンドを落下点村上取りましたこれで2アウトランナー左バッターまあ見たところでだけども左打者 F か
いや、うん、これでいいと思う。初球打ち。よし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 。二塁はセーフ。ナイバッチだ。あとは桃田がどうにかしてくれる。桃田がどうにかしてくれる。大丈夫だ。オッケー、本当にどうにかしてくれた。ナイバッチ。でかい、この追加点は本当にでかい。今日はここまで3打数ノーヒット。ミートの方がいい気がするな。ミートで行こうか。来ました、初球打ち。セカンドから一塁送球アウト。あと守ろう。アウトチェンジ。9回の奥尻この双葉、今日2回。使おう、励ますも使おう。双葉もうまあまあまあ、もう基本低めだろ。クリーンナップか。よし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 、落ち着いてね。オッケー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 。あと2人。いやー、最初のランナーのアウトはでかいでしょ。オッケー。ショートから一塁送球。オッケー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 。頑張れ頑張れ。来ました。よし、ボールを掴んだ。一塁へ送る。マーキュー勝っちゃったよ。ね、ちょっと勝っちゃったんだけど、いいのマジ勝っちゃったけど、いいの。ごめん、学力上げるのって強いのかな。アザシャ、ごめん、俺そんなになんか影響ないと思って寝たぐらいで学力上げたけど、なんかすげえずるいことやっちゃったのかもしれない。だって普通に強かったぜなんかごめん、負けると思ってた。だからあのコメントも用意してた。あこれ負けたことがあるっていう、もうこのスラムダンクネタ用意してたんだけど、いやごめん、なんか勝っちゃったな。いいのか。いや、いいんだよ、勝っていいんだよ。やったぜ、勝ったぜ。ああ、いいですね。みんなちゃんとちょこちょこあれだね、 E から D になった人が見えてきましたね。中堅校だぜ。お、志賀待つなって誰だろう。これログ見て分かんのかな。分かんねえか。志賀待つなって誰か一人いるんだろうな。せーの、はい、分かんない。はい、しんどそうだしよ、大事。ほー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 、せーの、うん、またええまた A なの、また A なの。俺もう頭よくできない。これ以上みんな頭よくなんないから、まああとできるとしてればあれだよ、あいつなんか性格変わってねっていう状態にしかできないよ。ちょい待てよ、自分探しの本でどこにある。あった、誰に使おうかな。志賀もなんやかんやでね、バッティング回ってくることあるから、打ち気は解きたくないっちゃ解きたくないんだよね。お調子者絶対いるだろう。やんちゃやんちゃか、やんちゃは変えていいかもな。いやけどなんか桃田の成績がか、うんね、今残せてるからね。てか現状今こいつが打ち気になったところで魔物は出ねえんだよな。藤沼行こうか。熱血、あ、いいんじゃないかい。弾道4だもんね、藤沼ってね。弾道4だもんね。あ、いいんじゃない、相性いいんじゃないかな。よし、勝ったぞ。終わるか
終わりましょうか。あとなんか使っておくかい。どうせ今ここにあるアイテム明日になってなくなるわけで、こんなもんかな使うのって。お褒めはみんな大丈夫、みんな多分ノリノリだよね。何もないかな、何もないですね。よし、じゃあ、終わりましょう。明日はナヨロ水産前評判 A。 うん、まあ頑張りましょう。とりあえずここの時点でなんとかその春の甲子園の可能性だけは残してから明日も頑張りましょう。なんかすまん、こんな風になると思ってなかったなんかマジで頭良くなって強くなっちゃったのかもしれない。なんかごめん、本当にそれはごめん、分かってなかった。うん、じゃあ終わるね、バイバイ。